ロシアとウクライナの戦いは相変わらず激しいものとなっているよね。民間人に対するいろんな被害も出ているからね。中には口に出すのもはばかられるほどの被害内容も報告されているみたい。俺たち国民としては、情報を精査しつつ、現状を受け止めていくしかないだろうな。そうだね。さて今回は、そんなウクライナの主力として活躍しているバイラクタル TB2 の製造元である、トルコのバイカル社の無人ジェット戦闘機について解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ウクライナ軍が運用してロシア軍を悩ませているドローンバイラクタル TB2 の開発製造元であるバイカル社は、現在開発を進めている無人ジェット戦闘機バイラクタルクズルエルマのプロトタイプの胴体部分を、2022年3月12日に初公開していたんだけど、3月28日に主翼、カナード翼などを取り付けた状態の機体を改めて公開したよ。バイラクタルクズルエルマは AI を搭載したジェット無人戦闘機で、ドローン兵器バイラクタル TB2 を開発して成功を収めたバイカル社がトルコ初のジェット無人戦闘機ミューズを、建国100周年にあたる2023年に初飛行させると2021年に明らかにしていたもので、クズルエルマとは赤いリンゴとの意味なんだって。バイカル社はバイラクタルクズルエルマについては大まかなスペックしか明らかにしていないんだけど、最大5時間の対空時間を持ち作戦半径は 800km とされ、最大飛行高度は 16,000m、最大離陸重量 6000kg でペイロードは 1500kg で、バイラクタル TB2 と同様に、レーザー誘導小型爆弾長距離対戦車ミサイルシステム小型精密誘導爆弾、巡航ミサイルレーザー誘導ロケットなどが搭載可能とされているみたい。操縦に関しては衛星通信に対応可能で、目標探知用のエーサレーダーを搭載し、高いステルス性能を持ち、短距離離着陸に対応しており強襲揚陸艦などでも発着艦が可能とされ、近接航空支援ミサイル攻撃的防空網制圧的防空網破壊などのミッションを実行可能って話だよ。また最大速度はマッハ 0.64 とアオン速として公表されているが、バイカル社は2021年11月に、ウクライナのイーフチェンコ設計局が開発したターボファンエンジンを、クズルエルマ用のジェットエンジンとして AI2056.9kN と AI322F42kN の2種類のエンジンを発注しており、AI25 を搭載するモデルはアオン速のミューズ A として、AI322F を搭載するモデルを超音速のミューズ B として両方を量産すると言及していて、低コストのアオン速のミューズ A と高コストだが性能が優れているミューズ B をハイアンドローとしてラインナップすることで、導入を考えている国のニーズに対応する狙いがあると見られているな。しかしながら、その後ウクライナがロシアの侵略を受けていることからエンジン購入契約の行方が危ぶまれていて、2023年の初飛行を目指すとしている開発計画への影響が懸念されているぜ。トルコは UCAV 無人戦闘航空機のバイラクタル TB2 の成功によって、今後も自国バイカル社製の UCAV をこれまでの中東、アフリカ、ヨーロッパに加えてアジア市場も視野に入れていて、ナゴルノカラバフ紛争でのアルメニア軍戦車のみならずウクライナで強力なロシア軍戦車をも破壊した実績をもとに、日本 ATB2 や関西型の TB3 の売り込みに注力していくと見られているんだ。関西型として開発中のバイラクタル TB3 については、トルコ海軍が強襲揚陸艦アナドルでの運用を検討していて、2022年中には艦艇からの初飛行試験を予定しているとされ、バイカル社のゼネラルマネージャーであるハルクバイラクタルが、日本は一刻も早く UCAV 無人戦闘航空機を手に入れるべきであり、空母化を進めている出雲型護衛艦はバイラクタル TB3 を運用するのに最適な艦艇であると述べるなどして、日本や韓国、オーストラリアなどアジアオセアニアで、強襲揚陸艦を運用している国に対して盛んに売り込みをかけているってわけ。今回の実績をもとに導入を考える国は多く存在しそうだね。2021年8月29日にはバイカル社が開発した総発の新型 UCAV バイラクタルアキンジのトルコ軍への引き渡し式典がエルドアン大統領列席のもとで実施されたよ。ちなみに、このバイラクタルアキンジはペイロード 1500kg とされ、アメリカ空軍の MQ-9 リーパーの性能を上回るとされているトルコ軍機体の UCAV で、バイラクタル TB2 で運用されていた UAV 専用精密誘導兵器である MAM シリーズに加えて、対戦車ミサイル LUMTAS やバンカーバスター SARB83 と NAB84、巡航ミサイル SOMA、短距離空対空ミサイルメイリン、中距離空対空ミサイルペレグラインに、対レーダーミサイルアクババなどが運用可能とされているぜ。このバイラクタルアキンジの引き渡し式典に日本のトルコ駐在防衛官も出席しており、数々の実戦で戦果を上げ続けるトルコ製無人機について、防衛省と自衛隊が関心を示しているのは間違いないとの見方が広がっているよ。
日本においては2022年にようやく偵察用 UAV の RQ-4 グローバルホークをアメリカから購入して運用を開始したんだけど、UAV の開発製造はもとより運用においても後進国であり、近隣諸国と比較してもロシアや中国に遅れを取っているだけでなく、韓国にさえ大きく水を開けられているのが現状なんだ。自衛隊が現在運用している UAV は航空自衛隊が運用するグローバルホークの他に、これもまたアメリカ軍が運用しているスキャンイーグルを陸上自衛隊がすでに導入しているんだけど、操縦装置など含めた一式で13億円と高額であるため、損失を恐れるあまりに十分に活用されるかどうかが懸念されているよ。バイラクタル TB にも数億円とされていて安価とは言い難いんだけど、それでもグローバルホークやスキャンイーグルよりはるかに安価で使い勝手が良く、自衛隊が UAV の運用について学ぶには最適な UCAV であろうと思われ、さらにはアキンジやクズルエルマのような強力なステルス UAV も導入した上で運用のみならず研究を進め、やがては国産 UCAV 開発を進めるべきだとする声が高まっているね。日本の技術力をもってすれば独自に UCAV を開発することは十分に可能だろうし、民生品の部品を利用することで製造単価を抑えることも可能なんじゃないかな。特にクズルエルマのような超音速で飛行可能なステルス UCAV の開発においては、先進技術実証機新進などで培ってきた技術を活かせると考えられ、製造コストが抑えられれば輸出も可能だぜ。防衛省では2035年の実用化を目指して国産次期戦闘機の開発を進めているんだけど、航空自衛隊では慢性的な人員不足から戦闘機パイロットの確保に苦心しており、この状況が将来にも続くと想定されているんだ。その貴重な戦闘機パイロットの安全を確保することや、攻撃目標への対処力の向上のために、AI を搭載して有人戦闘機の護衛や危険な任務を担当する無人戦闘機と、有人の次期戦闘機とでチームを組んで任務に当たる構想を打ち出していて、無人戦闘機が天候や地形に合わせて自律的に飛行できるようにするための AI 技術の高度化に向けた研究費用を、2022度予算案の概算要求に盛り込んだみたい。防衛省は速やかにバイラクタルシリーズを導入した上で、10年以上も前に将来を見据えて無人機開発への投資に踏み切り成功を収めたトルコに敬意を表し、真摯に教えを請え UCAV 開発について学び、国産の高性能な UCAV 開発を進めるべきなんじゃないかな。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。ここからは僕の雑学の時間だよ。待ってました。今日の雑学は、人の体についてだよ。またなんともマニアックな雑学だな。みんなは、血は赤いのになんで血管は青いのか知ってるかな？そんなこと気にしたこともなかったな。確かに言われれば、なんで青いのかなって思うな。その理由はね、血液の成分の一つであるヘモグロビンは、肺で酸素を吸収して各組織へ送る役目を持っていて、酸素を多く含んだヘモグロビンは、より赤くなるんだ。そして、酸素を送り終わったら、暗い赤紫色になるらしいんだ。それを皮膚などを通して見ることで、青く見えているんだ。専門的知識すぎてわからなかったけど、とりあえず皮膚を通してみたら青くなるんだね。まあ、そんな感じかな。みんなも自慢してみてね。今日の動画は終わりだよ。また見てね。また見てくれよ。また見て見て見てね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 。